モンスターハンターライダーズ、はい、こんにちは、ちじちゃです。本日配信のモンスターハンターライダーズやっていきたいと思います。序章、暗き夢1話。闇色の正気に包まれた森の奥、まがまがしく佇む巨大な城跡。まがまがしい。そこにお供を従えた数機のライダーの影があった。ライダーっていうのがリオレウスとかのモンスターを従える人のことなんだよね。いよいよだね。これが最後の戦いだよ。最初からクライマックス？どういうこと？ああ。ここが全ての元凶。ついに僕たちはたどり着いたんだ。空気が淀んでて前が見えないよ。この黒い正気こそ大陸中のモンスターたちを狂わせているのさ。黒い正気？ゴアマガラなんですかね。何？全然話が見えてこないんだけど。人とモンスターの絆を断つ大厄災か。今こそ私たちの手で終わらせるんだね。その時、彼らの目の前に荒ぶったジャギーの群れが降り立つ。あ、ジャギーだ。かわいいじゃん、ジャギー。なんかイラストで見るとかわいいね。また正気で凶暴化したモンスターが。この正気でモンスターが凶暴化するんだ。囲まれたか。ふふ、大丈夫だよ。リーダーの指揮があれば、どんな大軍だって突破できるもんね。ああ、そうだね。よし、頼むよ、リーダー。指揮を。仲間たちの信頼を受け止めて、力強くうなずく。負けるわけにはいかない。お、なに?ストーリークリア。初回クリア報酬。今のストーリーを見るだけで報酬もらえるんだ。覚悟してくれるかな。クエストスタート。ターン1。ターン制ゲームか。行くよ。バトルの基本操作を説明するね。まずここを見て、あ、上か。ここでバトルの行動順が分かる。行動順は速さで決まるから、速さが高いタッグが早く行動できるよ。あ、じゃあこの男の子が一番最初に、あ、ハルシオンね。ハルシオンが一番最初に行動できるんだ。なるほど。で、まずは攻撃。攻撃はここを選択できるよ。あ、なんかいろいろあるけど、今はこの戦うしか押せないみたい。で、その後に攻撃対象の選択。っていうことは、今はドスジャギー1匹しかいないけど、敵が2匹とか3匹いる場合もあるわけだ。で、ここをタップすると相手を攻撃と。おお、719。一撃じゃないですか。次行ってみよう。チームワークの勝利だ。一人で戦ってたよね。クエストリザルトではバトルで達成したミッションや報酬を確認できる。お、報酬だ。ゼニーと、あとなんか宝石みたいなのもゲットしたね。序章、暗き夢2話。行くぞい。なんか上半身裸のおじさんが来たけど、はい、なんかを突破したらしい。ここを越えれば玉座の間でもうすぐじゃ。立ち止まるではないぞ。これテオテスカトルの装備だよね。わかりました。それで他の仲間たちは北と東に分かれて進行中じゃ。玉座の間で落ち合う。急がないと。あ、リオレウス、アシュ、いきなりアシュが来た。何？くそ、またキリがないわい。凶暴化したのはこやつのせいではないが、やむを得まい。さっきより手ごわそうだが、指揮は任せたぞ、リーダー。この大陸を救うためにもな。大陸を救うリーダーを私が務めてるってことかしら。オッケー、頑張ろう。お、リオレイヤーアシュがいる。リオレグスアシュとは夫婦ですよね。夫婦仲を引き裂くしかない。この子たちに罪はないけど、今は戦うしかないよね。じゃあ行きます。まずはリオレウスアシュから行きたい。おっと、レイヤーからしか叩けないのか。本家だとリオレウスアシュの方がヒットポイント低いんで、そっちから行きたいんですけど、ダメだね。736。じゃあ行くよ。これもリオレイヤーアシュに。まあチュートリアルだから。お、1111。お嫁さんダウン。爆炎ブレス、必殺技かな。
1508も食らっちゃった。これやばいんじゃない？ヒットポイントもう半分以上削れてるよね。30回復、これ SP かな。よし、こうなったら技を使っちゃうよ。戦うでは必要なかったけど、技を使うには SP が必要なの。今溜まってる SP は60だから、60で使えるのはチャージスパークね。ここをタップ、チャージスパーク、これは敵単体に遠距離攻撃で 20% の確率で麻痺を付与させるっていう技みたいですね。しかもウィークって書いてある。ウィークって書いてあるってことは弱点をつけれてるってことかな。いまーす、チャージスパーク、オッケー。 SP はターンが開始する前に溜まるよ。でも SP が足りない技は使えないから注意を払ってね。チームワークの勝利だ。チームワークの勝利。お、報酬もいっぱい。序章、暗き夢、3話。城の最深部、大きな扉の前に視線をくぐり抜けた10人の影が落ち合っていた。ラスボスみたいな音がする。この扉の先が王座の魔女。ここに奴はいる。大厄災を引き起こした者、エルドラ王、はい、エルドラ王ね。僕たちに勝てるのかな。我ら最強の10人のライダーならば、どんな敵でも蹴散らしてくれるわ。違うよ。9人のライダーとそれを指揮してくれるリーダーがいればでしょ。ね、リーダー。9人の仲間の視線が集まる。ライダーたちの指揮する者としてぐっと顎を引いて笑みを見せる。行こう。さあ行こう。これは扉の向こうから濃密に凝縮された正気の海が隙間を割って溢れ出してくる。なんという正気じゃ。これが大厄災を生み出したエルドラ王の力なのか。エルドラ王ね、エルドラ王を覚えとこう。ゴー、指揮をお願い。さあリーダー、お願い、指揮を。よし、エルドラ王との戦いなんのかな。なんでムービー、めちゃめちゃ平和になってる。リオレウス寝てるしね。かわいい。エルドラ王は？エルドラ王。さっきの何だったんだろう？階層かなんかかな？それとも我々の未来かなんかかな？とりあえずストーリークエストがあるみたいなんで、どんどん進めていこうかなと思います。ストーリーのあらすじや登場キャラが確認できる。マリー、ヒルダ、ガーディ。じゃあ早速開始。第1章、旅立ち。1話。さっきまで序章だったから、これからストーリーが、本ちゃんってことかな？ちゃちゃちゃん。ちゃちゃちゃさん、お願い、目を覚まして。おはようございます。よかった、生きてた。もういきなり倒れちゃって、私も倒れるかと思ったよ。今もまだ全身の震えが止まらない。脳天を貫いた方向、その残響が耳の奥に尾を引いている。大丈夫ですか、チェツジャさん。なんだかぼんやりした顔してますけど。言われるまでもなく頭の中は混乱している。この子は一体何者だろう。いぶかしげな視線を少女は敏感に刺したようだ。私ですか。一応さっき自己紹介したばっかりなんだけど、私印象薄いのかな。いや、さっき一緒に戦った戦ったけど。マリーちゃん、結びの儀を終えたばっかり、ピッカピカの新人ライダーです。どうやら一時的に記憶が混乱しているようですね。ヒルダ大変なの。言われた通り、この絆、なんて読むんだろう、絆原石の祠へ案内してきたら、いきなりチャチャさん気絶しちゃって。絆原石合ってたみたい。聞き覚えのある言葉に反応して思わず小さくうなずいてみる。そうそう、絆原石、目の前にデーンとある、これのことね。絆原石、私たちライダーとモンスターの絆を結ぶとってもとっても大事な石です。で、あれなんだろう、絆原石ってば、なんだか不思議な光を放ってるよ。ええ、そうね、チャチャチャの持ってる記憶石と強く反応しているようです。
はっと見るとポーチの中の石がまばゆい光を放っている。まるで目の前の絆原石と波長を合わせるように。ええ、その記憶石の中には古の記憶が封じ込められてると言います。あなたは今その光景を見た。さっき古の光景、まるで夢を見るように。え、でもマリーいたよね。マリーちゃんいたよ。マリーちゃん古代の人なの。夢、しかしあれは決して夢などではない。正気の匂い、モンスターの息遣い、まさにもう一つの現実、パラレルワールド。そして目の前の少女はまさにそのもう一つの現実の中にいた。それが記憶石なんだ。私初めて見ました。でもどうしてそんな貴重なものを持ってるんですか、チャチャさん。詳しいことはわからないが、これは我が家に代々伝わる大事なものだ。そうマリーに語る。そっか。ほえー、家に代々、なんだかすごいですね。とにかくもう一度改めてご挨拶した方が良さそうですね。私はヒルダ、この中立都市ラクアの首長です。ヒルダはね、とっても偉いんですよ。なんとこの大陸のライダーズギルドのマスターでもあるんです。マスターといっても代理ですけど。ギルドマスター代理であるヒルダの名前はもちろん知っていた。ソーマリーに伝えるとびっくりしたようだ。当然よマリー、何しろチャチャチャは私たちの仲間、ライダーズギルドの一員なんですから。この度、ギルドから特別任務を命じるために、ここへ来てもらったのです。特別任務。じゃあ、チャチャチャさんも私と同じライダーなんですね。ちなみにお供は何？私はなんとリオレウスなんです。かわいいんですよ。ついでにかっこいいし。オタク特有の早口じゃん。おっとおっとと怒られてる。ここで暴れ回って絆原石に傷でもつけたらどうするの。このラクアは終わり。絆原石めちゃめちゃ大切なものですね。チャチャチャはギルドの人間だけど、ライダーではないの。じゃあ各地の調査を担当する研究員さん。研究員さんでもないんだよな。それも違うわね。この方は私が特別にお願いして実験的にギルドに所属してもらっているの。特別とか実験的とかなんか意味上げてずるい。でもどうしてわざわざこの絆原石の祠へ。今回の任務を依頼する前に一度この絆原石を見せておきたかったんです。守るべき対象を知らなければ任務を遂行することは不可能。守るべき対象、やっぱり大切なものなんだ絆原石。絆原石の、おー、なんか来たー、びっくりしたなんか誰か来ましたね。ガーディさん、ガーディどうしたんですか。侵入者です、例の黒いライダーたちが。例の黒いライダーたち、なんですって、はい、ラクア西部の自警団からの報告です。黒いライダーたちと遭遇、現在応戦中。ただライダーの数が多く苦戦を強いられています。それじゃあ自警団の人たちが危ないよ。マリー、私たちでそのものを叩きます。チャチャチャ、いい機会です。あなたにも出動を命じます。でもチャチャチャさんはライダーじゃないよ。ライダーでなくてもあなたにはできることがあるはず。そうですね、チャチャチャ。その時頭の中に脳裏に刻まれたさっきの夢の光景がフラッシュバックする。そうだよね、パラレルワールドか夢かわかんないけど引き取ったもんね。ヒルダとマリーに強くうなずいてみせる。この二人と共に戦う。気受けちゃった。大丈夫かな。次はバトルクエストだね。ここではモンスターやライダーと戦いになる。基準になる戦力や消費するスタミナをしっかり確認してから挑むように。基準戦力が1030で、我々の戦力が1096かな。相手の属性や特性を確認して万全の準備をして挑戦よ。準備ができたらバトル開始をタップしてね。じゃあ準備します。おっまあ、チュートリアルだからね、ちょっと確認できないみたい。バトル開始、頑張ります。味方パーティーの全滅が失敗条件みたい。相手がこうの方、ふん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 。行くよ。属性について教えるね。攻撃にはいろいろな属性があるんだけど、相手の弱点である属性をつけば大ダメージが与えられる。戦うって属性あるんですか。あー、無属性らしい。とりあえず攻撃をしてみよう。わかりました。じゃあ無属性攻撃で
17? 少な、さっきなんか1111とか出てたからな。あれは未来なのかな。なるほど、相手の弱点を突くには相手の体やゲージをタップする。わかりました、じゃあタップします。相手の体やゲージをタップすると弱点が見れる。これは火属性がマイナス 50% だから火属性に弱いモンスターってことかな。いちいち覚えなくてもこうやってタップしたらいいっていうのはいいかもしれないね。わかりやすい。あ、しかも弱点表示も出てくれるんだ。これは親切で、私の火属性攻撃で82ダメージ勝ちました。こうやって相手の弱点とか特性をついていくとバトルが有利になるってことだ。やっぱいろんなお供が必要になってくるってことかな。めちゃめちゃ報酬あるね一気に来た。これ何、これライダー鉱石、ライダーを強化することができる鉱石で、こっちがお供団子、お供を強化することができる団子。新しいクエストが解放された。じゃあちょっと続けていきましょうか。バシッといきましょう。第一章、旅立ち2話。なんとか追っ払ったね。でもまだ油断はできないわ。今回は退却したけど、近いうち彼らは再び攻撃を仕掛けてくるでしょう。ヒルダ、今の奴ら一体何者なの？黒いライダー、私たちはそう呼んでいるわ。今から数ヶ月前に突然現れて、このフェルチア大陸の6都市へ攻撃を仕掛けている謎の集団。他の都市では市民が戦いに巻き込まれた事例もある。そうだったんだ。彼らの組織の規模から察するに、ただの野党の群れとも思えない。考えたくはないけど、いずれかの都市が協力している可能性もある。他の都市を滅ぼそうとしてんの？それは大変でしょ。大剣はできません。とにかくライダーズギルド本部を置くラクアの首長としては何らかの手を打たなければなりません。そこで明日6都市首長による緊急会議を開催することになりました。じゃあ明日はそのあたり首長さんに探りを入れてみるとか。いいえ、それは得策ではないわ。そんなことして都市同士の対立を煽ることになってかえっては危険でしょ。それでなくても最近は協力的ではない都市の存在が問題になってるのだから。じゃあどうするの？私は明日中立都市としてある提案をするつもりです。彼ら黒いライダーたちの謎を追う調査部隊の成立。ちゃ、あなたをここへ呼んだのはそのためです。突然名前呼ばれてヒルダを見る。その目は柔らかい笑みを含んでいる。彼らに立ち向かうために必要なのは都市の垣根を越えた腕利きのライダーで構成された最強の調査部隊、特派観察隊。そのリーダーがちゃあなたなのです。え、私がそんな重要な役目を？ライダーですらないっていうのはどうかと思いますけど、この特派観察隊のリーダーはライダーではダメなの？え、なんでいずれわかる。今知りたい。今回の戦闘のようにパーティーへの指揮をしてもらいます。ライダーとはお供と絆を結んで力を合わせ戦うもの、つまり絆の強さこそが戦力。そのライダーたちと強くつながり、的確な指揮によってパーティーを導く。それがちゃあなたの役割なのです。え、めちゃめちゃ重要な役割じゃないですか。え、そんなできるかな。何しかも別に私特別に指揮の勉強してたわけじゃないみたい。全然心当たりすらないんだって。ちゃあなたには天部の才能がある。私はそれを知っている。何を知ってるの？私の基礎を一通り学ばなければなりません。いかがですか？私を信じてついてきてくれますか？あそこまで言われたらついていくしかないけど、自分自身すら気づかない天部の才が今日あっただけのヒルダさんが知っているってことは、なんかあったのかな。なんか神のお告げかなんかかな。さっきの夢もあるしね。さて、そうと決まればタイムリミットが迫っています。一刻も早く取り掛からないと。タイムリミットって明日です。そうだよね、明日会議って言ってたよね。そうだよね。なんでもっと早くチャチャさん呼ばなかったの？だって特派観察隊のこと思いついたのが昨日だった結構行き当たりばったりだね、ヒルダさん。ほら、善は急げって言うでしょ。でも急いではことを仕損じるとも言うよね。ことわざなんて何の意味もありません。ヒルダが言い出したんだよ。
とにかく明日までに特派観察隊としての形を整えないと首長たちが納得しないでしょう。そのためにはまずライダーを集める必要があります。それならやっぱりライダーズギルドの本部とか、どうかしら。ライダーが集まるといえばやっぱり酒場でしょう。そうですね、酒場に行きましょう。酒場にきっと素敵な出会いが待ってます。ヒルダってなんていうか、ほんと見かけによらず大胆だよね。それではチェチェちゃん、私を信じてついてきてくださいね。私もついてこーっと。さあさあ行きましょう。チェチェちゃんさん、ヒルダさんすごい真面目なキャラだと思ったけど、結構ねどっしりと構えた女の人ですね。結構好きかもヒルダさん。じゃあヒルダを触らす、グローバルメニューを開いてみて。はい、あ、ガチャがある。ガチャガチャ、酒場じゃなくてガチャのボタンをタップしてみて。ガチャでは新しい仲間を見つけることができる。ヒルダのおかげで今回はオーブなしで大丈夫だって。素敵な仲間が見つかるといいね。じゃあ早速ガチャ引いてみていいですか。ドキドキ、何が出るかな。これをタップすればいいのかな。チリリーン、お、いや美味しそう私まだご飯食べてないんだよ。あ、ヒルダさんじゃん。ヒルダさんゲット、やったぜ。お、星4なんだねヒルダさん。もっと強くてもいいのにね。強そうな仲間があって、ヒルダ新しい仲間って話したのに、お？これヒルダ確定なのかな。ヒルダがいるなら安心だね。なんたってラクアの主張で一流のライダー。ラクアの主張パーティーに組み込んでいいのかな、大丈夫かな。ん？そう、連れ回しても大丈夫なんですかね。すごい心配なんだけど。なるほど、これでパーティーが遠征できると。今ガーディーとマリーちゃんがいて、そこにヒルダも選択できるようになったということですね。よし、決定で、タッグを組むオトモン。オトモンの卵があれば孵化もできるけど、今はドスジャギーしかないから、ドスジャギーとタッグを組ませると。頼りにしているわ。発動タッグ特性はなし。ヒルダだったら多分リオレウスとか、リオレウスじゃないや、リオレイヤーとかとタッグ組むと特性とか出てくるんじゃないかなと、まあ、勝手に予想はしてますけどね。やっぱりそうだね、いっぱいねステージによって有利不利あるから、たくさんのライダーとたくさんのお供をゲットして挑戦するのがいいと思う。おい、ということで今日はこの辺りで終了とさせていただきます。なんかまだまだわからないことだらけですけど、がっつり進めてね、また動画で投稿していきたいと思います。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。